ツヤアンフレクチャームービーババザゲ。世界観だったりライブでやらせていただいたあの世界観だったりっていうのはあのラバーズアゲインのイメージっていうのもきっといると思うので、こういう白を基調としたスタジオだったり、まあ、衣装もそうですけども、そういうのに近づけるようにはさせてもらいました。もう本当にこれから冬が始まるっていうこの時期に、まあ、冬でエグザイルといえばこの曲みたいなあの曲を踊らせていただいて、自分的にもこの曲をこうやって収録できてすごく良かったなと思ってます。静と動で言えば静な方の動きに見えがちなんですけど、すごい心は動いているというか、気持ちがすごくこう動きやすいような歌詞だったりメロディーラインだったりとか、それでもそれをグッと抑えながら抑え込みながら綺麗にしなやかに踊るっていう、ダンス用語でよくためっていうのがあるんですけど、ためを使う動きっていうのはやっぱり体力というか力がいるので、見ている人からすれば簡単そうに見えるかもしれないけど、やってる方だとすごく力のいる作業だなっていうのは思いますね、はい、誰を踊ったんですか？地元のお母さんに感謝します。お母さんにスカイブルーのマフラープレゼントしてください。頑張ります。いいやつだ。誰を思って踊ったんですか？これが俗に言う無茶振りです。ちょっと早めに上がるタイミング的に。ここ下でグーッと引っ張りたい。もう一度会いたいと願うのは痛みさえ愛しいから。でもなんかこう自分の中で、まあ、数々いろんな曲を踊って全部嬉しいんですけど、なんかラバーズアゲインって初めてエグザイルになったツアーで踊った時にものすごいやっぱ感動したんですよ。あ、自分もラバーズアゲインを踊って胸張って踊っていた地場になったんだみたいなのを、こう1年目にライブ中にステージの上で思った記憶がすごくあるので、なんかラバーズアゲインって自分のどっちかというと得意な方のジャンルの踊りだったので、気持ちよくなんか EXILE としてステージに立てたっていうのはなんかすごく嬉しかったです。どうぞお願いください。エグザイルモバイルをご覧の皆さん、いつもありがとうございます。そしてこの徹夜ズダンスレクチャームービー、この曲で9曲目になりました。すごく続けてきて自分の中でも意味のあることですし、すごく楽しんでやらせていただいています。今回のラバーズアゲインっていうのはすごくあの季節感も分かりやすい曲にもなっていますし、気持ちもすごく込めやすい、ダンスにもなっているので、これを見て、覚えていただいて、気持ちよくラバーズアゲイン歌いながら踊れるような、それぐらいになれるように、頑張っていただけたら嬉しいなと思います。いつか一緒に、踊れる日を楽しみにしています。ありがとうございました。はい、これはね